それではですね、こちらの第4、ペアリフト、ここを降りていって、初心者コースにご案内しますね。はい、ここでですね、初心者の方は、尺投げコースを降りてくる方と合流します。気をつけて降りていってみましょうね。はい、そしてですね、ここですね、戸隠連峰正面、見とれていますが、この高妻山の方に向いてですね、このゲレンデがですね、初心者ゲレンデですね。スキーを最初に履くという方が、ここを降りていくと、本当に怖いことなくですね、無事に、リフトの下まで降りていけます。そして登ってくるのは、このリフトで登っていきましょうね。